い、皆さんどうも、ブランド品鑑定士東谷です。今回の動画なんですけども、ティファニーのコピー品の見分け方ということでご紹介させていただきたいんですけども、今回はこちらのティファニーのチェーンのブレスレットですね、このプレートがついたチェーンのブレスレット、こちらを使って少しご紹介させていただきたいなと思います。大きく分けて2点ご説明するポイントがございますので、今回の動画もよろしくお願いいたします。それではまず一つ目は刻印です。はい、刻印といってもどういった部分を見るかと言いますと、これまず一つ目なんですが、刻印に関しては綺麗に入っているんです。で、綺麗に入っているというところでも、どういうふうに綺麗に入っているのかという点なんですが、まずはガタつきがない。これ当たり前の話なんですが、まず平行に入っていない、要はね、斜めに刻印が入っていたり、これはまあティファニーに限らず他のブランドでも言えることなんですが、たまにですね、粗悪品に関しては斜めに刻印が入ってしまっている。要するにこのプレートとかであれば、しっかりとこのね、プレートの向きに対して平行にまっすぐと入っていて当然なんですが、粗悪品に関してはよく見るとですね、このように斜めに少しずれてね、刻印がされていたりとか、そういったこともございます。ですのでリングやブレスレットなどもそうなんですが、しっかりとですね、まっすぐと平行にずれて刻印などされていないか、この辺をしっかりと見てください。そして2点目なんですが、2点目はこの刻印の入り方、はい、どのように入っているかということなんですが、同じ文字の部分ですね、同じ文字の部分を見ていただくと、刻印の深さ、はい、刻印の深さがしっかりと均一になっているかというところなんですね。このようにそれぞれの文字、まず上ですね、一番上の文字、はい、均一に同じ深さで文字が彫られている、刻印されているのお分かりでしょうか。そしてこのティファニーの部分ですね、この部分に関しても均一に同じ深さで文字が彫られています。ですのでこの刻印に関しては同じ深さでしっかりと均一に彫られていて、かつまっすぐ刻印されているかですね、このあたりが見る重要なポイントになってきますので、まずはこちらを覚えておいてください。そしてこの刻印に関してはもう一つございますが、こちらのティファニーの製品に関してはシルバー925の製品です。で、もちろん今見ていただいたこのプレートですね、この部分にも925と刻印はされているんですけども、こういったチェーンのタイプのネックレスやブレスレットに関しては、この留め具の部分、ここですね、ここにもシルバー925の刻印がされていたりします。もちろん製品によって刻印されている場所は異なりますので、しっかりとね、どの部分に刻印されているのかっていうのはまず確認はいただきたいんですが、このブレスレットに関してはこちらにですね、925の刻印がございます。少しちょっと見づらいと思うんですけども、この部分ですね、この部分に925と刻印されております。ですのでティファニーの刻印に関しては、まずしっかりと綺麗に刻印が入っているのか、そしてこのね、素材の刻印など、こういう留め具のところにまでしっかりと入るべき刻印が入っているのか、このあたりをしっかりチェックしてみてください。はい、そして続いて2点目ですね。2点目に関してはロゴの形、はい、これはですね、先ほど確認いただきましたこのティファニーの文字の形あると思うんですが、こちらの文字に関しては製品によってね、文字の雰囲気が少し違う場合もあるので、このあたりはですね、同じ製品をしっかりと Google の画像検索などによって確認はいただきたいです。そしてですね、しっかりと正規品のロゴの形を確認するために、もちろん正規のティファニーのショップのですね、画像を確認したり、もしくは以前 YouTube の動画でもご紹介させていただいたんですが、信頼度の高いネットショップ、こちらのネットショップに掲載されている画像データ、こちらなどと比較してしっかりとね、見比べるようにしてみてください。それではこちらにティファニーのロゴを出しておきます。はい、こちらのようにティファニーのロゴに関してはこのような字体で基本的には刻印されていたりします。
ただこちらに関してはあくまで参考程度で考えておいていただければ結構です。まずですね、わかりやすいのはこのティファニーの文字で T の文字、一番初めの T の文字ですね、こちらが少し大きめに書かれております。そしてこの T の上の部分ですね、こちらに関しては少しね、この T のちょうど中心に向かって細くなっている。そしてこの T がですね、この傘のように少し垂れ下がったような形になっているのが特徴です。そしてこのティファニーの文字、細くなっている部分をそれぞれ確認いただきたいと思います。 F の部分もですね、上の部分ですね、少し細くなっている部分があると思います。 A に関してはですね、左側と真ん中の部分、そして N に関してはこの縦の部分ですね、縦の部分が細くなっていると思います。そしてこの Y に関してはこの Y の右側が少し細くなっております。そしてアンドの文字ですね、アンドの文字は交わる部分、ちょうどですねこの文字が線が交差する部分、交わる部分に関しては細くなっております。そして最後のコ、はい、C と O ですね、こちらに関しては上下が細くなっていて、 C に関しては O よりも大きい文字で表記されております。そして最後点、こちらはまん丸の点になっております。このような形で基本的なこのフォントですね、このティファニーのロゴの文字の形、こちらをしっかりと覚えておいて参考にしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上となります。皆さん、ティファニーに関してはですね、非常にフリマアプリやオークションアプリなどで多く出品されているブランドになります。ただやはりですね、数多くの出品がされている分、中には怪しい商品も含まれておりますので、しっかりとですね、細かい部分まで少し見ないとね、見分けがつかない可能性もありますので、まず文字がずれていたりとか、刻印のね、深さ、入り方がバラバラになっていないか、そしてですね、あるべき場所に刻印がしっかりと入っているのか、このあたりも合わせてチェックいただくと、より見分けがつくかなと思います。それでは今回の動画以上となりますが、もし参考になったなと思っていただければ、チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いいたします。そして Twitter、Instagram、TikTok などもやっておりますので、概要欄の方からチェックしてフォローの方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。